ザ・テレグラムズ・マーシーの勝手に起爆剤。はい、どうもこんにちは。ザ・テレグラムズベースのマーシーです。やってまいりました、この日が。今回は僕の勝手な思いつきで、他のメンバーには何一つ相談なく、僕は勝手に、ラジオ番組みたいなものをお送りするという内容です。ですね、特にその日その日によって適当なテーマを決めてだらだら喋っていくという内容ですが、よろしければ最後までお付き合い願います。よろしくお願いします。はい。何でしょう、今年になってからもう早くも3月になりましたけれども、もうだいぶあれですね、3月になればもう今年のね1月2月は本当にもう肌が痛いぐらいもう寒かったし、もう手もかじかんで本当に地獄のような季節でしたね。雪もすごい降ったしね、でちょうどねオミクロン株もすごい流行りだして2万人ぐらい行きましたもんね、東京感染者数も。もう本当に相変わらずどのお店もね、まん延防止で夜9時までしか開いてなくて、なかなか外食できず、コンビニ弁当で飯を済ませてる人も多いのではないでしょうか。どうでしょうかね。でもだんだん感染者数も下り坂になってきているようで、ね、ワクチン打つ人もね打ってまたね、またみんなでライブハウスとかで騒げる日が来ることを祈っていますよ。はい、そういうわけでですね、もう3月、早くも3月に入ったわけですけれども、何でしょうね、3月といえばやっぱり卒業シーズンでしょうかね。結構卒業シーズンとなると、でもな、卒業式はあんまり何ですかね、いい思い出とか悪い思い出とかそういうものはあるもんなんでしょうかね。なんかただ卒業式はね、卒業式は卒業式で終わるもんじゃないかと思うんですけど、僕はあんまり学校がそんなに好きじゃなかったんで、なんかもう早く大人になりたかったから、そんなに思い入れがないし、なんか特に後輩のね子から第二ボタンくださいみたいな、そんな漫画のような思い出なんかもなかったし、仲のいい友達とはたまに連絡取り合うぐらいで、そんな特別な思い出はないかな。あ、でもね、3月はね、僕ね個人的にはね、やっぱりあんま3月は好きじゃない月かな。やっぱり3月ってほら花粉も飛び始めるし、で季節の変わり目でもあるから結構体調も崩しやすいし、この時期結構調子悪いね、体がだるい日もあります。あとね、僕3月はね、これは未だに忘れないんだけど、あれは小学校の時かな。僕小学校の時は空手をねやっていたんですよ。正確に言えば空手をやらされていたと言った方がいいのかな。それで空手の試合で2回戦ぐらいかでね、なんか負けちゃって、でその日の夜親父にこっぴどく叱られて、今でも忘れないですね。もうバカ野郎やめちまえみたいなことをねすごい怒鳴られて、小学生でそんなこと言われちゃっちゃさ、結構へこんだね。あの日のことは未だに忘れないね。3月の25日の日曜日、それはね今でも覚えてます。
だって僕その頃から親父と口聞くのがちょっと怖かったもん。今でもちょっと嫌だもん。はい。ですけど、まあ皆さんはどうでしょうか。でもね、そんな大嫌いな3月なんだけど、今年はね、ちょっとね、やっぱり楽しみなライブもありまして、まずはね、3月の12日に浅草ゴールドサウンドってところで、グレートオブオールというバンドとザ・テレグラムズが、ツーマンライブありまして、であとは3月20日には、高円寺クラブルーツで、こちらはあの無観客の配信ライブで、死に底ナイツという、アラサーパンクバンドのボーカル、カオチの、生誕祭にテレグラムズも参戦することになってお祝いするということになりました、うん、であとね3月26日も吉祥寺ブラック&ブルーで、ライブ予定しています、うん、3月はねライブも、ね、毎週あって、今それを糧に、楽しく生きていますよ、はい、最近はねバンド練習もねやっぱり最近新曲もちょこちょこ増えてきていて、やっぱり曲が増えるとすごいバンド活動って楽しくてね、でやっぱり力も入りますね、うん、最近はねもう演奏にもねやっぱり磨きがかかってきて、うん、やっぱり何事もそうだけどスキルアップすることはそのまま楽しさにつながるからね、うん、やっぱり練習は大事ですよ、うん、上手い下手じゃないって言うけどやっぱり技術は、うん、大切ですね、うんうん、そんなわけですけれども、まあ、3月は3月の12日3月の20日、3月の26日はぜひとも皆さん予定を空けておいてザ・テレグラムズの勇姿をぜひ見守っていてください、はい、何でしょうかね、こんな感じでいいんでしょうか、うん、こうね、まあこれが第1回としてこれから第2回第3回と、マーシーの勝手に起爆剤を、どんどんお送りしていきたいなと思っていますので、よろしかったらまた聞いてください。はい、というわけで第1回、マーシーの勝手に起爆剤、3月に入りましたけれどもというテーマでお送りしていました。じゃあまた次回お会いいたしましょう。バイビー。